いよいよ発走です。スタートしました、グランアレグリア。好スタートを切りました、綺麗なスタートを切りました、グランアレグリア。この辺りも前へ行きます、グランアレグリア。先手を取りました、当選スーリア。そのうちに続いています、その外にエフフォーリア、さらにはカイザーミノル、内からはトタチェ、その後ろにキシーグラス、オレンジの帽子ガレンブーケドール、その後ろコントレイル、それに続きます、内からはペルシアンナイト、その外からゴズベッド、その後ろからはユーキャンスマイル、その隣にワールドプレミア、これに続いてムイトオブリガード、並んで11番カデナ、その横にサンレイポケット。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。2番当選スーリア、レースを引っ張ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、少し開いてカイザーミノル、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として2番当選スーリア、当選スーリア、さらにリードを広げます。2番手はカイザーミノル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。当選スーリア先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。ここで先頭はコントレイル、前に迫るエフフォーリア、残り 200m、 コントレイル伸びてきた。2番手はエフフォーリア、コントレイル先頭、先頭はコントレイル、1着でゴール、2着にはどうやらエフフォーリア。いよいよ発走です。スタートしました、ポンと飛び出したのはコントレイル、綺麗なスタートを切りましたコントレイル。この辺りも前へ行きます、先手を取ったのは当選スーリア、その後ろからはエフフォーリア、すぐ後ろにアレンブーケドール、キシーグラス、そのうちに続いています。並んで4番カイザーミノル、ポタチェ、この馬もこのグループ、その横にグランアレグリア、内からはワールドプレミア、緑の帽子ペルシアンナイト、その後ろユーキャンスマイル、それに続いていますサンレイポケット、すぐ後ろその隣にムイトオブリガード、その外にゴズベッロ、しんがりからカデナ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、9番当選スーリア、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭は依然として9番当選スーリア、2番手はエフフォーリア、グランアレグリア、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はエフフォーリア、前に迫るグランアレグリア、前に迫るコントレイル、エフフォーリア先頭、残り 200m を通過して、先頭はエフフォーリア、一気にグランアレグリア、エフフォーリア先頭だ、グランアレグリア大激戦のゴール前、これは写真判定です。いよいよ発走です。スタートしました、好スタートを決めたのはグランアレグリア、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがグランアレグリア、グランアレグリア先手を取りました。その外に当選スーリア、その後ろにカイザーミノル、エフフォーリア、それに続いています。内からはキシーグラス、その後ろにポタチェ、青の帽子ガレンブーケドール、その後ろこれに続くのがコントレイル、ワールドプレミア、上がっていきました。すぐ後ろにペルシアンナイト、ゴズベッド、すぐ後ろその後ろからはユーキャンスマイル、その隣にカデナ、その横にサンレイポケット、しんがりからウイトオブリガード、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、14番当選スーリア、レースを引っ張ります。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。大景気を通過していきます。さあ先頭はまだ14番当選スーリア、2番手はカイザーミノル、ガレンブーケドール、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。当選スーリア先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。最後の追い比べ、先頭はワールドプレミア、内からガレンブーケドール、残り 200m、 先頭は依然としてワールドプレミア、残り 100m、 ワールドプレミア先頭、ワールドプレミア先頭だ、2頭がほぼ同時に突っ込んできました。ワールドプレミア、コントレイル、大激戦のゴール前、これは写真判定です。